鈴木昌光は、富山県富山市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。富山市立月岡小学校1年の時に、地元のスポーツ少年団、月岡ズインズで野球を始め、石川県の星稜中学校に進学。星稜中1年時に指導を受けた、恩師、山本正宏監督を追いかけ遊学館、高等学校に進学。遊学館高等学校時代は1年次から。 レギュラーの座を勝ち取る。2年次夏に第86回全国高等学校野球選手権大会に出場。1回戦の県岐阜商工戦は4番で先発出場し6から3で勝利。2回戦ではダルビッシュ有用する東北校に4番ピッチャーで出場するも0から4で完敗した。3年次夏は第87回全国高等学校野球選手権。 大会に出場。1回戦秋田昇高戦は4番センターで出場し、2打点と活躍。打つだけではなく、強権も披露して、チーム勝利の原動力となる。2回戦では、前回大会で敗れた東北高校と、再び対戦し3から4で赤敗2005年の高校生ドラフト会議で、広島東洋カープから1位で指名された。広島は、当初、 片山博史氏を1位で指名。東北楽天ゴールデンイーグルスと指名が重複し、抽選で交渉権を得られなかったことから、鈴木の指名に至った。現役時代に故障が相次いだことから、新旧市の資格を取得すべく、2016年春から広島市内にある MSH 医療専門学校の夜間家庭へ進学。昼間には治療院のアルバイトとして、 実務経験を積みながら、成形を立てるという。また、妻の野々村里子は、同校女子公式野球部監督を務め、鈴木も2019年途中まで同校野球部のコーチを務めていた。2020年9月、広島県三原市に、鈴木新旧石骨院をオープンした。高校時代に、通算十四本塁打を記録したほか、五十メートル五秒八の瞬速や、 120メートルという距離を投げられるほどの強権の持ち主。広島への入団直後に新人選手の体力測定で等速性筋力、測定装置が壊れたほど筋力も強い。しかし、前述のように実戦で打力不足を露呈したため、一軍デビューは入団7年目のシーズン終盤まで持ち越された。ありがとうございます。